茨城県日立市の山中にある一本杉。この杉の木には数々の怪奇な噂がある。この木を切ろうとする者は必ず不幸な目に遭い、悪くすれば死ぬこともあるという。またこの木にいたずらをしたり、面白半分に肝試しに行くと事故や原因不明の病にかかるという。この一本杉にはどのような因縁があるのであろうか。元山の一本杉にまつわる因縁話を検証するために私たちは現場へと向かった。今日は日立の元山の一本杉にやってまいりました。リサさん、ちょっとどうですかこの辺。はい、霧も出ていて雰囲気も、はい、ありますね。心霊スポットっていうことでちょっと来てしまったんですが、今回はあの心強い味方の霊能者の立原美雪さんに一緒にお越しいただきました。立原さん、よろしくお願いいたします。霊能者立原美雪、数々のテレビ番組や雑誌などで心霊現象を解決してきた霊能力者である。果たして今回彼女は何を見抜くのであろうか。ここさっき車で通過したんですけども、何か感じましたか。向こう側の電信柱のところで手招きする人がいたので、もうすでにこの辺りはもう自分たちの存在をこうあんまり歓迎してないですね。やっぱり招かれてない、かれてないですね。それは怖いですね。怖いですね。現場到着直後に立原美雪が撮影した写真には不可解な光が映り込んでいた。ここのその一本杉に宿っているものっていうのは人間の法令とは違うものなので、ちょっとね、人間の霊とは違うもの、一体この杉には何が宿っているのであろうか。そうですね、ここは歴史が古いというせいもあるんですけれども、もともと霊っていうとどうしても人間的なイメージが強いじゃないですか、うん、まあ、この感じだと自然霊というのかな。自然、もうこの山を守っているとか、本来は神様的な、もう来ちゃった、来てるので、はい、もうこういう感じです。霊が群がり始めていた。さっきそこを通り抜けた時にもう2人ほど近づくなっていうのを言われたので、この距離感を保ちながらちょっとお話をするんですけど、正体を明かしてはいけないっていう、差し障りのない感じで言わせていただくしかないんですけど、元はここを守ってるっていうね、感じだったんだけど、人間がやはり自然破壊とかね、自分たちの住みかを奪う、はい、奪うっていうね、そこでお怒りやそばしまして、それ以来木っていうのはやっぱり魂が宿るとか、ね、心力が宿るという生きてるものなので、もう入り混じってます。助ける場合もあれば、まあ取り殺す場合もあるしっていう。もともとはこの山を守っていた自然霊が人間に対し怒りをぶつけてきているという。この木はその昔から切ろうとすると何かが起きてこう切れないっていう話があったそうなんですけども、現代でもやっぱりそういう話はあるんですか。ありますね。もっと強くなってると思います。強く、はい、時の流れとともにこう力を蓄えていて、今本当に触ったりするだけでも災いを起こすというね、強いエネルギーを持ってます。
そうですね、なんか触ると何かが起こるっていう話も、はいはい、もうここに立っているだけで、はい、もう相当いろんなのがこう寄ってくるので、はい、じゃあこれ以上は近寄らない方がいいですね。はい、ここから先は危険、もう危険極まりない。一本杉の近くを流れる小川に何かを感じた立原美雪は写真を撮り始めた。こちらに何か写りましたか？撮ってみようね、はい、よいしょ。この暗闇の中で、はい、そこが光る。ここで、ここそこにいるいますか？いるよ。ストロボを発光させないで写した写真に霊が映り込んでいた。ここにいる。ここは相当だから霊が自由に動いていて、事件があった事件がなかったっていうよりは集まる場所、うん、浮遊霊というか自爆霊とも言うし、だからここは一人二人の何かがあったとかっていうよりも、もう本当に長い歴史の中で凝り固まった集合体なので、波長が合えばそれぞれきっと見るものは違うだろうし、感じるものも違うだろうし、たくさんたくさんいる、うん、混在してる場所なんですね。そう、あの木はいわゆる大きな墓石みたいになっていて、それに触ろうもんならば当然ね、自分の住処を奪われたり、安息の地、安息の場所、それを汚すようなことも絶対にしちゃいけない。自然霊っていうのはあんまり聞いたことないと思うんだけど、海、山、川、いろんなところでこう人間とはちょっと違う樹木の霊であったり、あとはそうね、石にこう自然に宿るエネルギーのようなものであったり、それが人間のエネルギーを吸収しながら、いい場合は神格化、悪い場合は魔物化するっていう。でもう一つが、例えば一本の木にたくさんの霊が集まって、それがこうより固まってしまった集合体、これも自然霊のこう一つっていうふうに言えるかな。自然霊の怖いところは、人間側が何とかしようと思ってセーブできるものではないということです。霊障として一番多いのは、今回のように例えば一本杉にたくさん霊がこう集まって、その木自体が霊木になった場合、近づくことを拒否しますので、それに近づいて切ったり触ったりするとその霊たちが起こりますから、まあ病気にする、最悪命を落とす。でまた有名じゃない、例えばこう自然霊の入ってしまった、よく川石なんかを拾ってくると災いがあるっていうじゃないですか。ああいうものもセーブが効かないので、手当たり次第たたるって言った方がいいのかな。本来対処法っていうのはめちゃくちゃ難しくって、除霊のしようがないっていうところが本音です。一般の人たちは何かあったらすぐ霊能者が何とかしてくれるとか、神社やお寺さん、いろんなところに行って除霊できるだろうと思いでしょうが、そういった類の軽いものではないので、まあ取り憑かれた、たたられた、どうすればいいか、正直なところケースバイケースなので、これっていう決め手はないです。
人間に追い詰められた無数の自然霊が宿る元山の一本杉。決してこの木に触れてはいけない。これからも。次回、水場に群がる怨霊がスタッフを